はい、始まりました。毎度おなじみゆうご .tv です。早速本日のお題を読み上げていきたいと思います。本日のお題は20代のうちにプロフェッショナルと呼ばれる能力を身につける、こちらのお題に沿って読み上げていきたいと思います。忙しい20代ですが、一つしてほしいことがあります。プロフェッショナルと呼ばれる能力を身につけることです。誰にも負けないくらい圧倒的に奏でた知識や技です。基準としては会社で一番うまくできるという状況です。社会人として仕事をするとき、何でもできる人になるのではお勧めしません。何でもできる人になると集中が分散され、中途半端な能力になります。中途半端な能力は代わりに誰でもいます。単価の安い人に仕事を頼むことになり、解雇の対象になる可能性があります。何か一つ徹底した能力を磨き、プロフェッショナルになるのです。人付き合いのプロフェッショナルでもいいです。営業のプロフェッショナルでもいいでしょう。人脈、経理、IT など自分が得意とする分野でプロフェッショナルになります。会社で一番うまくできるようになると、〇〇のことならこの人だねと言われるようになります。これが20代のうちに身につくと30代は楽になります。自動的に上に上るエスカレーターに乗ったようなものです。社内では尊敬の対象になり、頼りにされます。少なくともクビになることはありません。〇〇のことならこの人だねと言われる人がクビの対象になることはありません。得意は一つでいいのです。本当に得意なことが一つあれば、クビになる心配がなくなり、堂々と仕事ができるようになります。場合によっては独立の道も開けるのです。今日の格言、プロフェッショナルと呼ばれる能力を身につける、ということで本日もご清聴いただきありがとうございました。また明日、台風だけど気をつけてね。